スナボーズはコミックビームに連載の薄根正俊の漫画作品及びそれを原作としたテレビアニメ。原作漫画は2部編成となっており、第1部は1巻から12巻までがスナボーズ編13巻以降が第2部でスナボーズの弟子コスナを主人公としたコスナ編である。月刊コミックビーム1997年2月号から連載を開始し、 長期にわたり安定した連載を続けていたが第一部終盤あたりは救済が目立ち始め、第二部に突入してからは2005年8月号の掲載を最後に長期救済に入り、2009年10月号から再び連載が開始されるまで4年以上、救済していた。連載再開後も2010年5月号までは8、ヶ月間継続して掲載されたが、 その後再度の長期救済に入り、約3年ぶりとなる2013年5月号から、執筆を再開して、2020年11月号にて、完結した。なお、第1部と第2部では、コミックスの想定が変えてあり13巻により、著者金営、著者コメントが廃止されている。声はアニメ版における、担当声優、物語の主要な人物、金になる仕事なら、 法律の許す範囲で何でも請け負う職業。主人公のスナボーズも西オアシスの便利や組合、無限屋に所属している。西オアシスの現政権と敵対する組織だが、組織と呼ぶにもお粗末な状態らしい。暗黒時代の科学技術で砂漠を緑化して、環境を改善させることを提唱している。アニメ版では裏便利や組合という組織に変更された。 西オアシス政府の主流となっている組織。環境の回復は自然の流れに任せるべきだと主張しており、反主流派と対立している。砂漠の悪党や砂坊主の敵役たち。政府から賞金がかけられている人物も多い。盗賊は捕まると裁判抜きで死刑が確定しているほど政府から敵視されている。 2004年10月から2005年3月まで中部日本放送を他にて放送された。全24話。ナレーションは大木美代が担当。原作は過酷な砂漠が舞台というだけあり、どうしてもセリフや絵にかなり過激なものが多い。アニメ版はそのような過激な作品が多い各局シニア1から3時台の遅めの時間帯で放送されている。 CM でのキャッチコピーは萌えアニメに宣戦布告。作品としての必要上、やむを得ず過激なシーンを出す場合は、砂坊主マークで隠したり、黒ベタで覆い隠したり、セリフの一部に消し音をかけるなどの処理がされている。しかし、それらは規制を逆手に取ったギャグとしても演出されており、ある意味では、普段は殺伐としているが、たまにコミカルにもなる原作の雰囲気に近い。 とも言える。これらの表現規制は、無修正版と題し、DVD 版では外され、本来の映像を見ることができる。放送時に規制、修正が入っていたシーン DVD では、修正が入っていない。インターネットでは、公式サイトにて2005年1月11日から6月26日まで、無料配信された。インターネットラジオサボーズが、 音泉にて2004年10月7日から2005年6月30日まで配信された。パーソナリティは鈴木千尋、斉藤千和。ありがとうございます。